社外ナビですよね。おしゃれです。ラパン SS でございます。平成18年式のラパンです。後期になりますかね。ちょっと外装とか見て判断でお願いしたいと思いますけど、オーナー様から大事に乗られたものを買い取らさせていただきました。車検は平成30年11月4日までございます。いや、なんかいいですね、このデッキ。電源ボタンがついてます。開けると、あ、 CD のオープンですね。で、車外ステアリングです。あのノーマル椅子、今レカロついてるんですけど、結構劣化した、もうお疲れなレカロです。助手席はそんなに掃除すれば綺麗だと思いますけど、運転席もここにあります。あと純ステアリングと、あと純アルミホイルのステア、純アルミホイルのアイスガードの13インチの1556513でしたかね。はい、アイスガード2015年ですけど、全然溝もありますし、あのまだまだいける、スタッドレスもあります。今入ってるのは14インチのアルミですね。車外ステアリングでボスがあるので、ちょっとウインカーバーでの距離が長くなってます。あとキーレスはちゃんと可愛いウサギのこれでキーレスついてますんで、18万キロとは思えないですね。アイドリングの静かさもそうですけど、クラッチの状態、もちろん変えたのかもしれないですけどね、ちょっと整備記録全部見てないですけど、反応もいいです、とってもいいです。ギアの入りも全然問題ないですね。あ、スズキスポーツのシフトですよね、これね。確か昔初代アルトワークスにつけてた記憶がありますけど、なんだ前のプリウス生意気に飛ばしやがって、なるほどと思ってるんですけど、うちのレンタカーでございましてですね、でぜひあの皆さんお借りいただければと思っております。プリウスですね、はい、いい感じですね。直進性もいいですし、本当に安定しております。エアコンも全然冷えてます。今日も34度なんていう表示なんですよ。ですけど全然冷えてますね、安定してます。パチンコ屋に入るっぽいですと思ったら、ここパチンコ屋さんじゃなくて確か会社でしたっけ。そうですよ、ペタバックス、ね、違いました、はい、いい感じです。本当に本はどうでしょう。あ、ラッパがちょっと違うやつかもしれないですね。ということでですね、外装も大きな傷なかったと思うんですけども、長く乗れそうな一台な感じです。本当に快適ですね、楽しいです。アルトラパン昔ですね、本当にすごい高かった頃に、あのやっと修復歴ありの車で60万円台で販売したっていうのがなんかとても思い出に残ってる車なんですけども、実際はでも肉と四駆あるんですけど、肉の方が多いですかね。こちらも肉だと思いますけど、型式が多分一緒、肉と四駆の型式が一緒になってきてる時代、分かりづらいんですよね。 K-WAX なんかは肉ですと LSD 付きのマニュアル、純 LSD ですね。で、四駆もあ LSD 付いてないよって言うんですけど、型式一緒なんていうですね、ことも当時あった時代が平成11年ぐらいからの歴史でありましたけどもね、非常に良い状態ですね。もうなんか文句ない感じです。シートもノーマルに戻そうと思います。レカロなんせもう向けちゃってるんですよ。もうあのスポンジケーキこぼしちゃったんじゃないぐらいのもういっぱいの面積でございますね。はい、ありがとうございました。栃木県でございます。下野あたりの通過でございます。もう雪に入る頃でございますかね。茨城県の雪に入る直前ぐらいでございます。ありがとうございました。明治の自動車でした。